てキックだ。おうまい、トーンやった。すごくない？幻。ここはね、キーグラウンドが左足上がりです。見た？うまい。ちょい引っ掛け。パーです。パ。ポノフの既存のヘッドカバー。うん、結構しっかりしてるね。あ、すごいね。そう。なんかさ、結構ニットのやつってさ、穴開いたりとかさ。うん、なんかこう、ここだけケバケバ出たりとかするじゃん。うんうんうん、ここだけしっかり塗ってあればさ、すごいね。なんだろう、伸びるけど、うん、穴は開かなくて、そう、生地がしっかりしてるね。しかもなんと、うん、裏がこんな、お、すごいじゃん、肝になってるから、うんうんうん、中から傷ついて引っ張られたりすることもないんだ。そう、せっかくさ、可愛いニットカバー買ってもさ、なんかすぐボロボロになっちゃったとかよくあるもんね。すごくない？可愛い。しかもそうクラブの色に合わせてね、なんか全部いろんな色に合わせやすいかもね。うん、紫ね。衣装です。中盤ウッドでどんだけ飛ぶのかやってみよう。168、9番ウッドでいきます。いいんじゃない？いいんじゃない？しっかりじゃない？そう？ああ、嘘、短いんだ。え、168？ 168。150ぐらい。でも結構いい当たりだったよ。うん。真ん中にちょっと当たってる。そうだね。だから、168。150ぐらいの。内的にね、カットに入りやすい。どう？左肩、また。まあでも距離はいいんじゃない？うん、なんか当たり悪かったかな。当たり悪かったよね。当たり悪かったけど、まあまあでも。まあまあ。いってるよ、距離は。いやー、止まったわ。次は止まっちゃった。なんで？入れるよ。来たでしょ。ここ。最後がね。おつぼき。はい。おー、いいじゃん。ちょっと振り遅れた。いい、ナイスナイス。多分ね、こっちのだと思うから。こっちのやつは。かり。そう、かぶせてるから。ラフだし。
けた。どう？はい。ラフはね、なんかバンカーの目玉と同じようにかぶせて打つとね、いいみたい。出るらしい。だけど向く方向間違えちゃったね。ちょっと左に向きすぎちゃった。お、うまい。トーンやった。ナイストーン。やばい、メンタルや。そうなるとさ、弱いんです。一気に島目が読めなくなる青木です。スライスに見えますけど、強めの左打ちに。この方を信じて。すごい切れた、すごい。え？すんごい切れた。見た？見た。見た。もう出だしからね、めっちゃこっちに行った。今ぐらい。私開いてなかったよね。私打った瞬間、え？すごくない？すごい。幻。幻。え？ちょっと。ナイスパー。パーです。ナイスパー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、三枝心です。今回私はオノフの新しいクラブを試打してきました。はい。でですね、率直な感想を言いますと、ユーティリティウッドがたくさんあるっていいなって感じました。はい。ゴルフを始めてもう10年になって、今ウッドが2本で、ユーティリティが2本かな。5番ウッド、4番ウッド、4番ユーティリティ、6番ユーティリティ、はい、全部でこの4本で今やっています。ですが最近ティーを後ろにするとゴルフがすごく難しくてですね、6番アイアンとかロングアイアンを使う機会がすごく多いです。はい。でそんなロングアイアンを使うと結構スコアが崩れたり、ミスも増えるのが最近の傾向でした。なのでここはユーティリティウッドちょっと増やすのもありかなと今回の試打で感じました。本当にこう150ヤード7番ユーティリティで、まあ、動画でも打ったんですけど、もう弾道も上がるし、ちょっとねピンっていうかグリーンはオーバーしちゃったんですけど、弾道は高いし、そのなんだろう、振り抜きの簡単さ、アイアンみたいに150ヤード6番アイアンでしっかり打たなきゃみたいなプレッシャーもなかったので、本当に楽に打つことができました。でこうレディースクラブの特徴をすごくこうなんていうんですか、女子は力がなくて右に行きやすい方も多い中、うまくこうドローで低重心にして帰ってくるように作られていたので、すごく女性に向いてるなと感じました。でまたこうシックなね、紫がアスリート向きな本格的な女子にもいいんではないかと思います。で本当にちょっとカスタムしたら可愛くなるんで、ピンクとか黄色とか緑とか、はい、そういうのは自分らしくて私は結構好きです。そういうカスタムもうぜひね、買う場合はやりたいななんて思っています。ということを忘れちゃったんですが、あ、そうだ、5年使ったって話ですね。そう、5年使ってもうしっくりくる、バランスも合う、距離も出る、で6番アイアン抜こうかなって思ってるので、ユーティリティもしかしたら増やすかもしれないです。またそこ決まりましたらご報告したいと思います。では皆さん、ぜひオノフ4レディ気になる方は試打してみてくださいね。じゃあねー、バイバーイ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。